ドック何してんの？おい、ドック、ドック動いて。なるほどね、砂利を貯めて向こうに、あ、行くようにしましょうって言ってんだね。あー、もうちょい、はいはいはい。ほら、出てきた。大賀さんですね。そう、ちょろちょろうんち投げるからね。ほらほら、うんちをねうんちを投げてきました。自分はこれをうんちと呼んでます。危ない、ちょっと逃げようか。あ、やばい、うそ、やばいやばいやばい。え、難易度ここ高えぞ、マジ命取り。あのくそ、マジかよ。倒せる。間髪入れず、お手手を狙う。お手手を狙う。オッケー、いいよ。はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日もバックホーブラッドやっていきたいと思います。前回、そうですね、キャンペーンモードやったと思うんですけど、大賀のね、そうだね、猛攻というか、大賀の猛攻プラス、ゾンビの大群たちのね、連携がね、半端なくてね、一回やられてしまったんですけど、ね、みんな学習して、そうだね、戦略的な戦い方で、大賀くんのお手手をね、攻撃して、倒して先に進むことができました。今回はね、その続きからやっていきたいと思います。おそらく、次ゲームオーバーになると戻されてしまうと思うんで、気合を入れていければいいかなと思ってます。さあ、やってきました。痛み列車。自分はここはね、初めてになります。ふぅ。大敗は何？今回。いやー、凶暴な鈍足リドゥンが来た。そうなんです。体力も増して、ダメージも増加してるんですよね。ボス変異体、ボスを倒して、レベルを完了する。ボスを倒せと。まあ、とりあえず。これどうすっかね。手負いの獣で行こうか。瀕死の状態で敵を倒すと体力が1上がる。体力がね、回復する系のをちょっと持っていきましょう。闘争心と手負いの獣。で、誰かがね、ありったけの弾薬ってやつと、尊い犠牲っていうのを持ってきてくれてるみたい。これはかける2だ。2ですって。チームメイト全員の体力が20秒かけて、はぁ、はいはいはい。なるほど。起こすとね、自動回復してくれるみたいですね。ほう。いいの持ってきてるやんけ。なるほどね。どっか川をね、横断してこようとしてるんですけど、まあ、それをちょっと止めてくれって言ってるみたい。え？待って。ボットなんだけど。あれ？人入ってきたんじゃないの？マジか。え？これ、いけるか？ボット4人は厳しい気がするんですけど、どうでしょうかね、皆さん。誰か途中でもいいから入ってきてほしいな。とりあえず、ツールキット持っていこう。おお、こういったのもあるみたいだね。AED っていうやつ。行動不能に陥った、または死亡したチームメイトを素早く蘇生させる。なるほどね。ダウン回数が上限まで来て、死んだ人も一回だけ起こせるみたい。弾買っとこう、弾。この世界は弾が全てさ。チームサポートスロット増やそう。これで多めに持てます。ガチでボットだけ？誰かお願い、入ってきて。入ってきてくれ。一回一回さ、中間ポイント入ったらさ、体力の上限もね、回復させてほしいよね。ガチで入ってきて、誰か。どっかさ、回復ボックスないかな。そこで、ね、回復できる上限上げたいですね。
もう丁寧にやっていくよ。ちょっと時間がかかると思うけど。王が登場。何、王が登場って。いる？あー、王が来た。マジか。一回戻ろう。一回戻ろうぜ。一回戻ろう中。噛む噛む噛む。噛む。こっからやろ、こっから。こっからやろ、こっから。全員吐いて、全員吐いて。ごめんごめんごめん、チームメイト撃っちゃった。ここ入ろ、ここ入ろ。中入れ、中入れ。こっち来て、こっち来て。やばいやばい。もうやめて。ウォーカー死にそうなんだけど。はあ、ちょ待て。やめろて。もうセコ手を使わせてもらうしかないよ。王がどこいる？上にいんね。いた、あそこ。うん。危ない。やれやれやれ。オッケーオッケー、ダメージ入った。王がこれ別でしょうね、おそらく。うん、別の王がだと思います。やめろ、うんち投げるな、うんち。うんちを投げないでくれ。あ、飛ばされたんだけど。飛ばされたんだけど。オッケー、やった。早くお前撤退しろよ。なんで撤退しないのこいつ。なんでこいつ撤退戦しないの。行けて、逃げろって、逃げろってお前。もう痛い。ウォーカーを救えって。今回復が出てるね。うん、ちょっと待って、難易度下げて。逃げた、逃げろ逃げろ逃げろ。 OK、 はいはいはい、回復。きちいな、きちいな、きちいな、きちいな。オッケー、いっちゃ。やっとやっと人。ベンダーは閉店中。もう買えないの？戦闘入ったから買えないんだ。なるほどね。容易な弾補充をさせないために一回外に出ると閉じちゃうみたい。ふざけんなって。マジで。マジでそれはふざけんなって。マジかよ。ガチか。お、ここは？来た来た来た。開ける開ける開ける。もう開ける。入ろう入ろう。アイテムある、アイテムある。OKOK。有効射程距離伸びる。でかい。これもらおうか。OK。上がったね。誰かこれ持っていってよ。いいのあるよ。おー、ラッキーラッキー、来た来た。これでもう回復しよう。オッケー、底上げ。お金は200しかないから無理か。ドク何してんの？おい、ドク、ドク動いて。ドク、ちょっとね、 AI がね、 AI がポンコツだよ。ポンコツ説あるぜ、みんな。 AI ポンコツ説あるぜ、みんな。これちょっと、回復して。回復できないのかな。行って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 。あ、ボットの利点あれだね。お金使わない。だからそうだね、ここを見つけたらボットは連れて行きましょう。ボットを連れて行きましょう。そうすれば、うん、容易に回復できるみたい。あ、こっから出たのね、王が。こっち？弾、まあまああんな。
ケーオッケーオッケー、来てる来てる来てる、はい、よいしょ、投げて、いけいけ、やれた。いや火炎瓶はここだったね。待て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 、火炎瓶はここでした。うん、で火炎瓶持っていきましょう。ハンドガンの弾も持っていき、今作ってさスタミナもあるからね、行動が制限されるからここも難しい、うん、要因の一つですよね。危ない、もうあえて詰めていくしかないよ。あいつ茂みに隠れてんね。どこ行った？行っちゃえよ。倒せねえかな。私が留守の間を失われました。待て待て、倒した倒した倒した。生存者がいるっぽいね、話聞いてる限りだと。うん、はいはい、もうこれで回復していこう。回復回復、やばい、くそ、回復回復、王が出てきた。なんでこんな近くに王が出てくんの、バカじゃないの、やばいやばい、なにこれ、えぐいって。こっち行こうこっち行こう、一旦下がろう。また湧いた、ちょっと待って、一旦距離取る一旦距離取る一旦距離取る、こっちから回って、回復、いや俺これ生き残ったら褒めて、ほんと。はい、オッケー、はいはいはい、回復、急げ急げ急げ、今のうちに、よし回復した。お腹お腹お腹、あちょっと待って、これここで倒せるかもしれない。うん、あっち行ってる、あっち行ってる。オッケーオッケーオッケー、ダメージ入った。待て待て、おお人が入ってきてくれた、人が入ってきてくれた。なんかすげえ離れてんだけど、これバグかな、バグかな、どうだろう、すげえ離れてる。ちょっと待って、 OK、 危ない、弾切れちゃった、あ死んだ、あ向こうに湧いたんだ。ちょ一回戻ろうか、これ一回戻るのが策かもしれない。なんか向こうで、向こうにいる、なんでか変なとこにスポーンしてんだけど、なぜリスポーン地点にスポーンしてんの。 OK 倒した、こっち急いできて、大変なことになってんだぜこっちは大変なことになってんだぜ、頼む急いで、ドック来てくれ。うん、あえバグってるバグってる、待って、あの仲間が5人いるんだけどえすごっ、みんな見て、仲間が5人いる、バグだこれやーべ、よし勝てる勝てる勝てる、5人なんか知らないけど、なんか知らないけど5人になってます。よし倒した、えこれでかくねバグだバグだ、NPC が2人、うん、プレイヤーが2人これありがてえ、これありがてえ、ごめんなさい、おそらくバグだと思うんですけど、有効的に使わせていただきます、有効的に、うん、あやばい、あいなくなった、皆さん5人いた仲間が消えました。うん、えそれにしても1人少なくね5人いたのはいいんだけど、1人減りました。あ、出てきた。一応、フォリーがね、ボットとしてね、4人目のボットとして、戦おうとしてるみたいですけど、
堀井が被ってますね。うん。このゲームって確か被りできないはずなんですよ。誰鳴らしたの？鳴らしたの誰？被りできないはずなんですけどね、それが、できるようになってるのは、でかいですね。ここダメなの？ここダメなんだ。崖扱いになるんだ。やばいやばい。助けて。死ぬ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 。死ぬ。この仕様わかんねえって、初見殺しやん。初見殺しやん、これ。あ、ごめん、死んだ。死んでるし、下で。あ、助けてくれてる。死ぬ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 。ありがとう。あー、ちょっと。あれ、ドクどこ行った？あ、ドク下にいる。助けたいけど、もうみんな下落ちたからこれダメだ。ああ、落ちた。死んだ。いや、ここ初見殺しだって、マジで。これ登ってこれないでしょ？ちなみに。これ、ということは私、死んだってことになるね。急に5人ね、パーティーが湧いてからの。この絶望。あ、終わった。うっそやん。うわー、生きてたのに生きてたのにこうなって、どうなる？やっぱりやり直しだよね、一から。ちょっと待ってね。基地に戻されました。あ、罰になってる。これできないんだよね、今一応選択してるけど。続行は無理みたいです、皆さん。はい、皆さん、ですね、ちょっとですね、とあることがね、わかりましてね、私、今までベテランにね、抗ってきたんですけど、申し訳ありません。ここでちょっとビギナーに降格させてください。なんでね、降格するかっていう理由なんですけど、ゲーム始めたら、まあ、他のプレイヤーを、参加させるためのマッチングが行われるんですが、ベテランね、めちゃくそマッチング時間がね、かかるんですよ、現状。普通に5分とか待っても来るか来ないか。強制的にボットを入れた戦いになるかっていうのがね、ちょっと頻繁になっておりまして、なんでかなって、ずっと思ってたんですけど、理由がわかりました。ベテラン難しすぎて、挑戦するね、プレイヤーが少ないっぽいんですよ。で、さっきね、ビギナーでね、ちょっと、いじってみたんですけど、瞬時にマッチングしました。つまりそういうことなんですね。難易度が高くて、みんなビギナーに行ってると。で、現状マッチングしないんで、多分みんなビギナーで慣れてからベテランに行こうと。そういった人たちが多いんだと思うんですよ。なので、ちょっとね、そうだね、一通りのストーリーはビギナーでやっていきたいと思います。キャンペーンを全部クリアしたら、ベテランで挑戦していくって形かな。で、やっていければいいかなって思います。おそらく、キャンペーンが終わったあたりだと、それなりにカードとかも獲得して、あと経験も積んでる人たちが増えてくるから、増えてきてるはずだから、ベテランで行っても何ら問題ないと、何ら問題ない。結構な数の人がね、ベテランに移行してるはずなんですよ。なので、ちょっと、しばらくはビギナーでやらせていただきます。いやー、これはね、予想外だった。瞬時にマッチングしましたからね、ビギナーだと。なるほどね。ベテランが難しすぎて、みんなビギナーに集まってるんだ。だからマッチングしなかったんだ。納得します。納得しました。よーし。3人かな。3人の人とやります。おそらくあと1人途中から入ってくるんじゃないかなって思う。そういうことか。わかるよ。わかるよ。ベテラン難しいよな。そうだよな。カード。待って、3枚選べるんだけど。これもあれか。ベテランの恩恵でしょうね。
そうだね。手負いの獣、回復系とプラスナイフ重視でいきたいと思う。さあ、来ました。じゃあまあやっていきましょう。おそらくね、あー、なるほど。活発的なね、ゾンビさんたちがね、いないですね。早歩きレベルですね。早歩きレベル。あ、走ってくるゾンビもいました。まあ、比較的、走るゾンビは少ないって感じですよね。まあ、この人今、ホッケーマスクの服着てたよ。ジェイソンマスク。で、ゾンビのね、脇も少ない。あ、これ楽だな。早歩きゾンビがメインなのは。なるほどね。で、特殊ゾンビも出てこない。特殊ゾンビも出てこないよ。オーガも出てこないじゃん。ベテランだとこの時点でね、王が出てきたんだけどね。え？かなり楽なんだけど。ここ最近、ずっと、ベテランでやってたから。開けようか、もうここ。はい、開いたよ。使って、使って。軽量ストック。OK。あ、回復ボックスあるね。あるよ。取っていいよ。取っていいぜ。スタンガン持っとこうか。4回まで無料。何？え、嘘。皆さん4回まで回復ボックス無料らしいですよ。ベテラン1回だけだからね。ここに来て、ようやく特殊ゾンビが出てきたみたい。おー、天国やな。天国だ、俺からしたら。楽々こう、ね、しっかりと協力をすれば、楽々クリアできそうな雰囲気がありますね。お、待て。あ、あと、特殊ゾンビが弱い。特殊ゾンビくんが、豆腐みたいに柔らかくなってます。あー、どうしよっかな。せっかく買ったけど、変えようか、これに。変えよう。パーツがなんかいい。あら、あららら。楽にいけますね。ていうか見て、ここまで来たのに、まだ HP 満タンですよ。すげえな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ジャンプしないと落ちるよ。おら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 。ジャンプね、ジャンプ。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、ナイス。ゆっくり行こう、ゆっくり。ちょっと援護よろしく。痛い、痛い、痛い、痛い。痛い、痛い、痛い。はい、は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 い。いやー、楽、楽、楽。急げ。あ、ごめん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 。やっぱレーザーサイトあるとね。命中精度高いね。今回つけてきてるの、これなんだ？マガジンサイズが50倍になって、おー、弾の貫通力も上がるみたいだね。これは強いわ。まとめて倒しやすくなるってことだ。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。はい、はい。ナイス、ナイス。ちょっと、待って、待って、待って。ここに来て。お、敵さんが。ねえ。そうそう、敵さんが増えてきた、増えてきた。ということは、終盤らへんだね。おそらく終盤らへんだと思います。トールハンマー。トールボーイ、トールボーイ。トールボーイ、トールボーイ。いやー、楽、楽ー。楽ー。ほい。ほい。ほい。砂利充填器を起動しろ。はい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 。音がでかくて、たくさん敵が来るよって言ってる。これは？おお、ミニガン、ミニガン。ミニガンあるぜ。誰か持ってない？ツールキット。ツールキット持ってない？ミニガン、ミニガン、ミニガン、ミニガン。俺使っちゃったかな。しまったね。ミニガンがあるんだったら、使わんければよかった。あらあら、もう。あ、はいはいはい。OK。あ、そうか。マムはね、瞬間的に回復。
そう、蘇生してくれる能力があるんですよね。うん。ミニガンあるよ。釣る気とない?誰か。持ってねえのか。うわぁ、ミニガン使いたかったな。動かしちゃった。来るで。来るで、備えよ、備えよ。後ろから来てね。オッケーオッケー。はい。後方は、まあ、自分が処理しようかな。うん。はいはい。はいはい、おいでおいで。私を回復させるための餌さん。オッケー。はい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 。はい、いいよ。赤い実投げたね。落ちた落ちた落ちた。落ちた。よいしょ。はい。後ろ大丈夫?あ、ごめんごめん、投げちゃった。ちょっとここ燃やそうか。はい。あそこ燃やして、ダメージを与えてあげましょう。どんどん燃えてんね。オッケーオッケー、いいよ。あらあら、トール入ってきたな。トール入ってくんだね。オッケー、倒した。ナイフ強し。ナイフ強し。ね。はい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 。なるほどね。砂利を貯めて向こうに、行くようにしましょうって言ってんだね。もうちょい。はい、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 はい。貫通力上がってるからね。縦に並んでくれたらすごくありがたいかな。ほい、ほい。回復して。回復して、回復して。回復して。終わった?まだか。ブローだ?どこ?どこより下だ、下。うわ、汚い唾飛ばすな。あれ倒したら終わりだ。うん、任して。もうやり行くわ。ほら、あ、いたいたいた。誰、火炎瓶投げたの。やったー。はい、これでクリア。いや違う、まだあるな。まだ先があった。来れる。終わりっぽい。終わりっぽい。セーフハウスがあるって。そこ、こん中だ、こん中だ、こん中。はい、よいしょ。オッケー。いやー、安全にクリアできたわ。安全に。みんなね、初見殺しの、崖で、死ななくてよかったね。今回は。今回か。黙れ。黙れ。そう、リロードしてる時もね、ナイフはすぐ繰り出せるから、ここがいいところだよね。パン、パン、パン、パン。あいしょ。あったで。あったで。下になんかあんのかな?走れ。やったー、クリアー。みんなクリアーだー。みんなクリアした。あ、ダメだ。弾使っちゃいけない。次のに持ち越されるから、弾の数も。こう。ハッピーになれませんね。ゴールしたからといって。はい、ということで、そうだね。痛み列車だったかな。無事、クリアしました。降格して、難易度。難易度を落とすとね、この物資ポイントっていうのはね、半分になっちゃうんで、本来だと36もらえてたみたい。そこが欠点かな。難易度を下げるときの。はい、というところで、本日はですね、痛み、列車でしたよね、確か。痛みの列車っていう、ミッションに挑戦させていただいたんですけど、1回目はですね、面白いことにバグで5人に、増えたりして、すごい、まあ、取れ高あったんですけど、まあね、その後ですぐ落ちんじゃってしまって、そっからまあ、ちょっと難易度としてやらせていただいたんですけど、やはりビギナーでもね、気は抜けないっていうことが分かりましたね。結構ダウンしてる人とかもいたりしたんで。だからビギナーでも十分楽しめる、難易度になってるみたいです。まあ、皆さんはね、ぜひビギナーから始めてください。現状だとね、ベテランの挑戦するプレイヤーが少ないんで、そっちの方がね、遊びやすいと思います。それで、次回は、交差点からね、始めたいと思うので、よければね、この続きも見てやってください。それでは、島津のバックフォーブラッドになりました。失礼させていただきます。バイバイ。
チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。